はい、皆さんこんにちは、島田助です。今日のテーマはですね、タイム整理のコロナ特例についてお伝えをしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、リクエストもあったんですけど、債務整理のコロナ特例について解説してくださいということで、この間 YouTube のリクエストいただきまして、ちょっとご紹介をしていきたいなと思うんですけど、いわゆるこのコロナにおいて、まあ、通常予測せずにこういうのが起きるって普段わかんないじゃないですか。なのでこういうのを予測できずに組んでしまった住宅ローンとか、いわゆるこう銀行から借りたお金の返済っていうのが、やっぱ結構困ってる方が非常に増えてるんですよね。なので、まあ、通常であれば自己破産の法的手続きとかをやってったりするんですけど、まあ、いわゆるこの、まあ、予想外だよねっていうことで、一応金融庁がですね、こうした個人の方とか個人事業主さん向けにですね、いわゆるこう金融庁のガイドライン、債務整理のガイドラインっていうのを、設けてですね、2020年の12月1日から、この債務整理のコロナ特例が始まってます。でそれをですね、まあ、どんな制度なのかっていうのを今日は解説をしていきたいなと思ってるんですけど、まあ、一つで言うと住宅ローン以外の借金をですね、軽く負担を免除したりとか、減らしますよっていうのが、可能になってる制度です。で実は一応あるんです。昔からこう地震が起きた時とか、被災があった時に使われているガイドラインの範囲を広げたものなんですけど、まあ、正式名称で言うと、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインということで、まあ、その名の通りですね、自然災害によって借金の返済が大変になったとか、そういう人たちを支援するための制度になってます。で今回ですね、まあ、コロナで、失業してしまったとか、あとはですね、まあ、どうしてもこう借金の返済ができないみたいな人たちのために、その特例的にその適用範囲を広げようっていうのが、今回のこのコロナ特例の債務整理になります。でですね、この特例自体は、後でお話をする簡易裁判所に、特定調停っていうのを申し立てをします。そうすることで、まあ、住宅ローンに加えたりとか、あとカードローンとかですね、まあ、そういうのを、その他の借金とかもあると思いますけど、個人の方、個人事業主の方が対象で適用されれば、まあ、住宅をそのまま使っていいよ、住んでいいよと。その代わり、住宅ローン以外の借金はさっき言ったようになくすか、減らそうねっていうような、手続きになってます。で例えばですね、こういう方が利用します。ドン、まあ、新型コロナウイルスの感染の影響で失業しました、収入が減少しました、ローンが返済できませんという方、でもしくは、資産より負債の方が多いですと、で将来の収入の見通しが立たずちょっと返済ができませんという方、あとは事業を廃業して、まあ、再スタートしたいんだけど抱えてる債務の返済ができませんと、やっぱりコロナ関連でちょっと借金の返済がきついとかいう方は該当するかなというふうに思います。ということで、まあ、こういうケースがもし該当すればこの債務整理の特例使えますよということで、もし皆さんが該当する方とか周りでこういう方がいれば、ちょっとこういう制度を教えてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あくまでも何回も言ってるんですけど、この新型コロナウイルスを理由とした債務整理に適用されるものなんで、まあ、それ以外の理由でこの制度は使うことができません。なんかそういう条件がいろいろとあるんですよ。こう債務の免除するためには、まあ、やっぱりこう債務者の財産とか、コロナで影響を受けたのか受けてないのか、あとはもう債務の総額とか家計の収支とかですね、まあ、そういうのを、いろんな要件があって、まあ、ローンの借入先の同意が必要だったりとか、この辺をちょっと説明していきたいなというふうに思います。でですね、じゃあ実際に対象となる借金はどういう借金かというと、こんな借金です。まずですね、2020年2月1日以前に負担していた債務借金ですね。2020年2月、大体その頃からこうコロナがわーっと増え始めたので、まあ、それより前のやつとかもあります。でもう一つは、2020年2月2日以降のこういう債務です。まあ、いろいろ書いてるんですよ。政府系金融機関の新型コロナウイルスの特別貸付とか、いろいろありましたね。国金で融資しますよ、枠を増やしますよとか、いろいろ出したんですけど、民間金融機関における実質無金利、無担保融資、これもコロナの一環でやったやつになります。でいくつかこういうのがあるので、いわゆるこうコロナ用に資金調達をした借金、これもいわゆる対象になりますよということで、この2つが大枠対象となります。じゃあ一番気になるのは、この制度を使うことでどういうメリットが受けられるのか、3つあります。これを押さえてほしいんですけど、それがこちらです。まず1つ目はですね、手続きの支援をなんと無料で受けられます。これ無料すごいですよね。でですね、これ悲しいことなんですけど、登録支援専門家っていうことなんですけど、なんとですね、
私たち司法書士が残念ながら入ってません。なんでだろうなと思うんですけど、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などの、登録支援専門家による、支援を無料で受けられますと。なんで司法書士入ってないんだっていうのはちょっと文句を言いたいところなんですけど、まあ、ただし裁判所の特定調停手続きを負担する費用は債務者の負担となりますということですね。だからあくまでこう、特定調停を作るときに、まあ、いろいろ条項とか作んないといけないんですけど、その書面とかを専門家にアドバイス受けてね、それを無料で受けれるよっていうのが今回のポイントになります。で、二つ目、財産の一部を手元に残せるよ。これも二つ目のメリットですね。まあ、債務者のですね、この生活状況を、まあ、個別に、まあ、いろいろ見ていくんですけど、もちろん対応は異なるんですけど、まあ、財産の一部を、手元に残すことができますので、まあ、自己破産とかだとですね、基本的に全部売ったりとか、差し押さえされたりとか、競売にかけられたりするんですけど、まあ、そういうのを、免れることができるっていうのは、ちょっと自己破産と比べてメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。そして三つ目。これ結構大きな、メリットだと思うんですけど、個人情報、いわゆる信用情報に登録されないってところですね。ブラックリストに登録がされません。これすごいですね。今までって自己破産にしても、任意整理にしても、個人再生にしても、僕がここで皆さんにお話をしてきた債務整理の手続きってほぼ全部信用情報機関に登録されるんですけど、今回これは債務整理したことがですね、信用情報として、登録されないというふうに言われてます。なので、まあ、新たなこう借り入れとかには影響ないんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんですね、こう、信用情報機関には登録されないんですけど、社内的な記録としては残る可能性があるので、そこからは借りれない可能性もちょっと出てくるんじゃないかなというふうには個人的に思っているところです。ということで、まあここまでこの3つのメリットをご紹介させていただいたんですけど、じゃあ、どういうふうにこの手続きを使っていくのかっていうのをちょっと今から皆さんとご紹介をしていきたいなと思うんですけど、いわゆる、開催場所で特定調停手続きをやらないといけません。でですね、大まかな流れで言うと大体6個手続きを踏んでいかないといけないので、まあそれをちょっと皆さんに説明していきたいなと思うんですけど、まあ説明したようにですね、こう債務整理はいわゆるこう裁判所の特定調停手続きによって行われます。で、これはですね、個人とか法人の方が、まあ債務整理のために裁判所を利用する手続きの一つです。なので、まあ、いろんなありますよね。こう個人再生とか、自己破産とかありますけど、まあ、それと同じように裁判所を介して今回債務整理しますよっていう手続きの一つです。若干こう僕よくお話する任意整理とかとはまた違うお話になってます。でですね、こう調停員という方がいるんですよ。調停員の仲介をして、いわゆるこう債務者の人と、借金を負ってる人と、お金貸してる債権者さん、まあ、銀行とかと今後どういうふうに借金を減らしますかとか、どういうふうに返済していくんですかっていうのを話し合いをする場を作るのがこの調停になります。で、そこで一応当事者同士の、話し合いをするわけですよ。で、もちろん間には特定調停員っていうのが入ってます。なのでまあ昔の裁判官とか、まあ、いろんな方が、専門家の方が入るんですけど、まあ、そうすることで、当事者同士の話し合いなんだけど、間に仲介が入ることで、まあ、なるべくこう簡易で迅速に解決を図りましょうねっていうのが今回の仕組みになってます。一応今のは法務省のホームページからの説明を抜粋したものになります。で、さっき言ったように手続きは6個あるんですけど、まあ、大体こんな感じです。まず一つ目はですね、手続き着手の申し出をしないといけません。今回このコロナ特例使いたいですっていうのをやりたいんですけど、最初にですね、債権者の同意もらわないといけないんですよ。なのでこれがちょっとめんどくさいなっていうところで、自分で電話しないといけないです。ローン借りてる人とか、まず金融機関に電話して、今回ガイドラインの手続きに基づいてやりたいですって話をします。いわゆる同意を取るってことですね。そうすると今度2番目に、まあ、専門家の支援を受けて要請するわけですよ。金融機関からちゃんと同意もらいましたと。で、その同意書をですね、もらって、地元の弁護士会とかを通じて、いわゆるこの、接種証がですね、さっきの自然災害、被災者、債務整理ガイドライン、これに基づいて運営機関に出すわけです。登録支援者の専門家による手続き支援を受けたいですということで、まあ、この段階でようやくこう弁護士さんとか税理士さんとかいろんな方が選ばれるようになります。そうすると3番目の債務整理の手続きにようやく申し出がなるので、まあ、金融機関にこういわゆる債務整理しますよ、で申し立ての証拠か財産目録とか、今こういう財産があります、こういう支出ですみたいなのを提出してですね、この段階でこの登録支援専門家の支援が受けられます。こういう書類作りましょうね、一緒にこういうふうに作りましょうねみたいな。で、債務整理の申し出をすれば、これ通常通り原則として、まあ、債務の返済とか督促は一時的に止まります。
なので、まあ、ここからは通常の債務整理手続きと一緒なんですけど、まあ、最初の事前に言うっていうところと、弁護士会とかを通じて登録専門家を選んでもらうっていうのがちょっと微妙に今までと違うところかなというふうに思います。そしてですね、4番目。まあ、そこまで行けば今度はですね、調停条項案の作成っていうことで、登録支援専門家のですね、援助を受けながら、まあ、金融機関とこう、協議をしていくわけですよ。そうすると、まあ、債務整理の内容ですね、今後どういうふうにしますか、40回払いにします、38回払いにします、36回払いにします、とか、24回払いにします、みたいな。金利はどうしますか、ゼロにします、とか。いや、半分にします、みたいなのをいろいろこう、話をしていって、いろいろと作成をして、で、5番目、調停条項の、提出ですね。これ、登録支援専門家の経由して、金融機関へ、まあ、ガイドラインを、こう、適用するっていうんです。特定条項案を、一応提出をするわけです。そうすると、大体、まあ、金融機関は、1ヶ月以内にですね、これを飲むか、飲まないか、みたいなのを、回答をしないといけないというふうになってます。で、そうすると、最後、6番目なんですけど、この債務整理を対象とするすべての借入れ先から同意もらいましたよと。で、仮入裁判所に特定調停の申し立てをするっていうので、なんかこう、先に同意もらって、仮入裁場所に申し立てをするっていうふうに段階になってます。で、ちょっと注意点としては、登録支援専門家って、まあ、こういう書類作成とかの支援は実際できるんですよ。ただ、原則として特定調停に行くのはですね、自分が行かないといけないです。つまり債務者、本人が出頭しないといけないので、他の債務整理の手続きと違って、弁護士さんお願いしました。じゃあ僕はもう何も知りませんじゃなくて、結構自分が何回か動かないといけないっていうのは、心しておいてください。なので、それが結構ちょっと厄介かなというふうに思います。で、最後、まあ、ここまでもほぼ終わりなので、まあ、だいたい話し合いがして、まあ、今、6個って言ってたんですけど、最後、一応、プラスアルファとしても、特定情報が確定すれば、債務整理がこう成立しますよということで、だいたいこの、まあ、6個、まあ、最終的にも確定でっていう話になってくるんですけど、いう大きな流れで言うと、そんなところになってきます。なので、まずは自分が借りてるところに申し出をするところから始めないといけません。ということで、今日のまとめなんですけど、このですね、債務整理のコロナ特例はですね、本当に良さそうでちょっと使い勝手が悪いんじゃないかなというふうには思ってます。っていうのが、どうしてもやっぱりですね、債務整理の相談を受けてて困ってるのってもうその日払えないんですとかいう方もいるんですよ。なので、結局ずっと督促とか、はがきが来てたらやっぱり精神的にも疲れるとかいうのもあるし、自分でやっぱりよくもう債権者と連絡取りたくないっていう方もいらっしゃるんですけど、さっき言ったように、特定調停で自分で、動いたりもしないといけないし、まあ、そういうのもあるので結局債務者の代理人になれないんですよね、登録支援専門家が。なんでそこはちょっと気をつけないといけないポイントかなっていうのも本人思います。あとはですね、まあ、制度が利用できるかどうか、結局債権者の同意をもらわないといけないんですよ。まあ、その辺がですね、結構債務整理やってと思うのは、やっぱりこう専門家と債権者のやっぱりこう交渉のテクニックやったりとか、まあ、いわゆる技術的なテクニック面が強いんですよね。そう考えるとやっぱ専門家に頼っちゃった方が早いんじゃないかなと個人的には思ったりするんですよね。まあ、とはいえこうやっぱり、コロナの影響で、まあ、住宅ローンの返済に困ったとか、どうしても個人情報に載せたくないとか、そういう方はまあ、こういうコロナ特例を使ってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、状況がですね、こう、さらに悪化する前に、ぜひ一度、こういうのも含めて検討してみてください。ということで、今日のテーマはですね、コロナ特例の債務整理についてお伝えをしました。このチャンネルではですね、お金に関する相談と悩みいつでも受け付けております。皆様からのコメント、どしどし、お待ちしてます。また YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。